皆さんこんにちは。キャニオンレシェイ国立公園からモニュメントバレーに向かっています。今夜はモニュメントバレーのホテルに泊まります。カイエンタの街に入りました。僕たちがいつも見てる YouTuber 砂漠生活さんによればキイエンタと呼ぶのが正しいそうです。ここから163号線に入ります。ここからの景色が大好きです。まずは今夜のホテルゴールデンロッジに向かいます。平原の中にビュートが見えてきました。遠くにモニュメントバレーが見えてきました。右側に行くとビジターセンター、左側に行くとゴールデンウォッチがあります。ここから北はユダ州になります。まず左に行ってホテルにチェックインします。去年もここに宿泊しました。キャビンタイプのお部屋がとても快適でしたので、今年も同じキャビンタイプに泊まることにしました。オフィスでチェックインして部屋のキーをもらってから車で部屋に向かいます。そうですね、そうですね、さすがです ね、 ね、それも、次の辻を左に回ります。何番やったか、460、ここを左に入ります。で、この辺り一帯がゴールデンウォッチのキャビンです。そうそう、まっすぐずっとランウェイだそうです。一周ずっとして上がる道がある。あ、そっちかな。そこ行って、そこ右に上がる道かな、多分ね。で、そこを右に入って、ドンツキまで行くと460。キャビンの近くに車を止めて、荷物を部屋に入れます。3、2、1、460です、ここです。
角部屋ですよ、角部屋。角部屋です。こちらが私たちのキャビンです。角部屋じゃなくて角部屋で、角。角地？角ちゃん。あ、ここでなんか。ひとまず部屋に荷物を置いてビジターセンターの方へ向かいます。アスファルトじゃないやろ。ナバホの検問所で入場料を払ってモニュメントバーガーに入ります。去年はビジターセンターからモニュメントバーガーを見ましたので、今年はレンタカーでダートロードを走ってみたいと思います。うん、ジョン・フォード監督が映画の撮影でよく使っていたと言われているポイントまでダートロードを移動する計画です。ビジターセンターの横から入ります。いきなりモニュメントバレーが見えました。これはすごいわ。急な下り坂を降りていきます。撮影はお母さんがお相撲ポケットで撮ってます。結構なデコボコ道です。今回のレンタカーは三菱のアウトランダーでよかったです。結構皆さん自分で運転してここまで来られています。キックスってそんなに大きくないやつだね。見るのとではやっぱり違うね。前来た時上から見る。いいわ。あれ？あれはホテルですよ。あのホテルはなかなか取れない。あそこでもさ、ビジターセンターと一緒にはなってないの。最初のビューポイントに来ました。有名なビュートを間近で見ることができます。次のポイントを目指します。みたい。あんな遠い。次
リーシスターズというビュートが見えてきました。馬がたくさんいます。次のポイントに移動します。周りはすごい景色ばかりで、とにかく圧倒されます。これ。それぞれのビュートがめちゃくちゃ広大な土地に点々と存在していて、まさに絶景です。情報のポイントに来ました。普段は馬に乗ったおじさんが馬のステージの先にいて有料で写真を撮らせてくれるそうですが、今日はもう営業終了したようです。みんな順番に馬の先に行って手前から撮影しています。非常にインスタ映えするポイントだと思います。僕とお母さんも岩に行って、お父さんに写真を撮ってもらうことにしました。
僕は怖くて岩の先まで行くことができませんでした。ナバホの人たちのお土産屋さんがあります。コーヒーやジュースもありました。お父さんはコーヒーを飲みました。それでは日が暮れる前にビジターセンターに戻りたいと思います。ビジターセンターに戻ってきました。夕焼けの時間まではもう少しありそうです。ここからのモニュメントバレーが一番綺麗に見えます。これからダートロードに向かっていく車もまだたくさんあります。ビジターセンターにあるビューホテルのレストランに来ました。ここで夕食をいただきます。モニュメントバレーを眺めながら食事をすることができる素晴らしいレストランです。こんなところで新鮮な野菜が食べられるのはすごい贅沢だと思います。だいぶ日が傾いてきました。
それではホテルの方に戻りたいと思います。ご視聴ありがとうございました。この動画を見て面白いと思っていただけた方はいいね、評価とチャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。